古橋翔吾、去就でサポ3期、愛され度が限界突破。古橋翔吾は対談する噂があり、さらにマンチェスターシティが関心を寄せているというのだ。フットボール、インサイダーが、サポーターの声をまとめている5000万ポンドでも売らない。シティが望むなら、5000万ポンドだ。この競合の噂には感情的に準備ができていない。誰も獲得せず、オライリーと競合を失うかもしれないんだな。素晴らしいことだ。シティ移籍なら、競合のことを思うとすごく嬉しい。たくさんの点で、彼はシティが求めていることに完璧にフィットする。死ぬほど愛しているけど、怪我の再発が知られる。29歳なら金を取るもの。オライリーの移籍金も加え、これからのタレントを4、5人獲得できる。でも、ふっかけて、移籍金の半額で優れた若手を買おう。彼はもうすぐ30歳だし、肩の手術もある。彼のことは大好きだけど、適切なタイミングを理解しなければいけない。古橋が愛されるのは、日本人として嬉しい限り。現地の人に認められている証だからね。それもすべて、結果を出し続けてきたからこそ、時に応援する声や後押しがあってもいいんじゃないかな。古橋は、セルティックという名門に何も不満はないと思うよ。やはりアスリートとして、条件以上に道を極めたい心を、クラブにもサポーターにも最後には理解してもらいたいですね。サポーターから評価が高いこと、ビッグクラブに行く噂があるくらい評価をされていること、当然の結果を残していると、プレイヤーとしてファンなので、ひいき目に見てしまうが、ただただ嬉しい話題だ。自分がセルティックサポーターなら、心境は複雑だろうけど、本人にとって噂が本当なら絶好のチャンスだし、年齢を考えるとラストチャンスかもしれない。良い結果となることを望む。もう移籍したい。って叫べ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。